機管理のスペシャリスト、元航空幕僚長で石原元都知事も後継者と指名した次の東京都知事、玉上俊夫です。皆さんこんにちは。こんにちは。玉上俊夫です。玉上俊夫です。一人前名前を連呼してますけれども、演説が始まると自分の名前言うの忘れちゃうんです。後ろからですね、もっと名前言えと言われるんで、最初に全部まとめて言っておきます。玉上俊夫です。よろしくお願いします。私は今日本がアベノミクスで景気が良くなり始めたということでプラスの方向に動いてますけど、日本を取り戻す方向に動いてますが、この景気が持続的に成長しないと日本を取り戻すことはできないと思います。したがってまず政府と一緒になってですね、景気回復にまず全力を尽くしたいと思います。今景気が上向き始めましたけれども、この4月に消費税が上がります。消費税が上がると景気の腰折れの可能性があります。したがって政府もいろいろ手を打つと思いますけれども、政府と一緒になって東京都も景気が腰折れにならないように最大限の手を打ちたいと思います。じゃあ何をやるのか。私は消費税アップと連動して東京の都民税の減税を行います。減税と同時に、また公共事業、オリンピックがあります。で、東京の道路とか橋、鉄道、首都高速道路、トンネル、老朽化しているものが多いんです。総点検をして、これらを公共事業をどんどんやって、耐震性を向上して、耐震性の高いものに改修とかしていきたいというふうに考えています。減税と公共事業で2兆円規模の景気刺激策を実施します。これで多分景気が腰折りすることなく持続的に成長できるのではないかというふうに考えています。財源はどこにあるかと言われます。今東京は1兆2000億の基金があります。オリンピックの基金を含んでます。で、今年は景気が上向き始めて税収が3000億円増えました。これで1兆5000億円あります。あと5000億円足りないんです。これは東京都債を発行して賄おうと思います。今東京は都債の発行額が4000億円だそうですが、20年前は1兆円発行しましたので、これが1兆円になったところでですね、東京の財政状況が悪化するということはないというふうに思います。今までですね、緊縮財政で国の支出を減らす、公共事業を減らす、公務員を減らす、国の支出を減らして財政再建をすればやがて景気が回復できるということで緊縮財政の方向でやってきました。これ十数年やってちっとも成功しませんでした。今アベノミクスで安倍総理がこれと全く逆で、一時的に借金が増えても景気が回復すれば税収が増えて国の財政なんか勝手に立ち直るという方向でアベノミクスを実行し始めたわけです。で、これによって、景気が上向いてます。ですから東京都も一時的に、ほんのちょっとですけど借金が増えても、これ税収が増えますから、現実に今年3000億円増えてますから、来年はこの2兆円の景気刺激策をやればもっと税収が多分増えると思います。で、景気を回復します。で、景気を回復して何をやりたいんだ。まず今東京に首都直下型の地震が相当の高い確率で来ると言われてます。これは6年以内に 24%、 30年以内に 70% ですから、かなり高い確率です。この地震が来た時、マグニチュード9の地震が来ても
マグニチュード3か4か、そのぐらいで抑えられるように耐震性を強化していきたいというふうに思います。電柱を支柱化したいと思います。電柱がなくなります。電柱の下敷きになったり、電柱が道路を塞いだり、あるいは電気が届かなくなったりということが電線の支柱化によってなくなるというふうに思います。環状7号線の周辺は木造の建物が7割8割です。火災が起きたら、失礼、地震が起きたらここで火災になってですね、どんどん延焼して多くの人が亡くなるであろうということが予測されます。したがって環状7号線の幅を12メートル以上に広げて、東から西、西から東にこの火災が延焼しないような処置を講じたいというふうに思います。中央分離帯には木も植えて、グリーンベルトの防火帯として活用できるようにしたいと思います。こうして東京が災害に強い街になります。そして万が一災害が起きたとき、災害救助の体制、これ東京の災害救助の体制は諸外国に比べて進んでいるのか遅れているのか、遅れているんです。はっきり言って何が遅れているのか、即時に救出できる体制ができていないんです。諸外国は憲法にも国家緊急事態の規定があって、総理大臣とか大統領が災害の緊急事態ですと宣言をすると、警察とか消防とか軍とか民間の会社も一緒になってですね、一人の指揮官のもとに誰の指示がなくても即時に行動できるという体制が取られています。日本は災害があると総理大臣官邸に大臣が続々集まってきますけども、さて今回はどういう組織を作って救助しようかという相談から始まるんです。これでは相談している間に多くの人命が失われる。そういう意味で私は東京でもですね、この災害即応の体制を作っておく必要があると思います。警察、消防、そして国の機関である自衛隊の支援もいて、また民間の建設会社、土木会社、運送会社、こういったものが一人の指揮官のもとに直ちに動けるという体制を作っておく必要があります。誰も指示もなくてもですね、誰の指示がなくてももう動けるという体制で即時に救助に入れるという体制を作ることが必要です。そういう意味でこの災害に対処する体制、災害これを作り上げるのにですね、私の自衛隊に送る経験が大変に役立つと私は思っています。これ他の候補者では多分ですね、なかなかうまくいかないと思います。で、私だったらうまくいきますから、私のこの災害に対するですね、この救助で部隊を動かす能力は他の候補に比べるとこれ圧倒的に高いです、本当に。そして次にですね、東京は今子供が生まれない、子育て支援策を強化をして子供がいっぱい生まれるようにしたいと思います。今景気が悪かったことは前提にありますけれどもですね、その働く女性が増えました。社会に出たいという女性が増えて子供を預けて働きたいと言ってもですね、なかなか保育園、託児所が足りなくて働くことができないという人がいっぱいいます。で、待機児童が全国で2万数千人いますけども、東京でその3分の1、8100人います。それで この中身を見るとですね、朝の2時間だけ預けたいとか、夜の3時間だけ預けたい、昼間の時間帯だけ預けたいとか、人によりニーズはいろいろなんです。で、横浜市ではですね、子育てコンシェルジェというシステムを導入をして、子育てが終わった45歳から60歳ぐらいの女性を各地区に配置をしてですね、若いお母さんの子育ての相談に乗るということを実証して、横浜では大変評判がいいシステムなんです。これを間に入った子育てコンシェルジェの人がですね、いろいろ斡旋をしてくれるということで評判がいい。ならば東京でもこのシステムを取り入れてはもういいんじゃないかと私は思ってます。で、もしこの子育てコンシェルジェというシステムが役立つんであればですね、東京でもまた高齢者とか障害を持つ人、これらの
人たちのためのコンシェルジュも置いていいのかなというふうに思います。で、駅のこのバリアフリー化とかですね、あるいはエレベーター、エスカレーターをつけるとか、そういったことも従来の都政の延長上できちんと実証していきたいというふうに思っています。一方、この子育ての方はですね、家庭にあって子育てに専念をしたいという奥様もおられます。ですから今まではこの働く女性の、まあ、子育て支援ということに目が向いてきましたけれども、これからは家庭にあって専業主婦が子供を育てるという上でも何らかの支援が得られるように、私は玉上俊夫は努力したいというふうに思います。例えばですね、じゃあ何やるんだと、都営アパートの家賃をですね、子供が1人いたら3万円安くしますよとか、2人いたらこれは6万円安くしますよとかですね、そういったこれ私が計算をして言ってるわけではないんで、まあ金額は変わることがあるかもしれませんけども、そういう方向で子育てをする女性が何らかの経済的な支援が得られるような状態を作り出したいというふうに思っています。女性はどちらでも選べます。次に、東京はいわゆるお年寄りの一人暮らしが多いんです。おじいちゃんおばあちゃんの一人暮らしが多くて、だんだんこれ増えてるんですね。で、おじいちゃんおばあちゃんがこの年を取って孤独感とか寂しさを味わっていることが多いわけです。で、亡くなってもですね、1週間も10日も隣近所に住んでる人が気がつかないということも多いんです。こういうことでは私は東京が優しい街とは言えないんではないかと思うんです。ですからこういったことを解決をするためにはですね、やっぱり隣近所が緩やかにつながっているという状態を作り出しておく必要があるんじゃないか。昔は東京はそういう街だったんですね。三丁目の夕日みたいにみんな助け合って生きてる街だったんです。ですからこれをじゃあ具体的にどうやるんだ。30年前とか40年前に作られたアパートとかマンションはですね、今お年寄りだけで住んでる場合が多いんです。ここに例えば1階にお年寄りに住んでいただく、で2階以上高層階にはですね、若い人たちに家賃を安くしますから住んでくれませんかとお願いをします、応募します。そして若い人たち、子供と若い人たちに一緒に住んでもらう。そうすればお年寄りもいる、若い人もいる、子供もいるという3世代が同居しているような団地ができると思います。これはまあ一戸建ての家がある地域でも一緒だと思いますけれども、そういう風にすればですね、若い人が出かけるときには1階に住む、あるいは近くに住むお年寄りの動向に気を配り、また子供が学校から帰ってくれば広場で遊ぶ子供たちをおじいちゃんおばあちゃんが見守ってあげられると、天気のいい日には日向ぼっこしながら子供たちとおじいちゃんおばあちゃんが話をすることができる。そうすればおじいちゃんおばあちゃんの生活の知恵が子どもたちに伝わる。また日本の国の素晴らしさ、あるいは伝統文化、そういったものをおじいちゃんから孫の世代に伝わっていく、おばあちゃんから孫の世代に伝わっていくということでですね、世代間の継承ができるのではないかというふうに思います。そして今東京に直下型の地震が来るというからですね、この町内会とか自治会とか子ども会とか PTA の会とか、こういったものが緩やかにつながってですね、で時々会って顔見知りだという状態にしておくことが必要だと思います。でそのためにですね、私は災害救助の訓練をやればいいと思うんです。地震がいつ来るかわからない、近々迫っているという状況ですからですね、災害救助訓練、この災害が起きた時こういう組織で対処しますよというのは、まあ大規模な場合国で、あるいはそして東京都でこの組織を作ってやりますが、その一つの町内でもそういった訓練が多分行われるようになる。昔の青年団とか消防団とかですね、そういうシステムが、まあ、出来上がっていくんではないかというふうに思うんです。この災害救助訓練をですね、きちんと東京都でもやってもらうということにして、でいざという時には命が助かると、でこれをやることによって地域のつながりが私はできていくのではないかというふうに思ってます。そうすれば
お年寄りになって年をとっても寂しいとか孤独感を味わうとかいうことがなくなると思います。東京を強くたくましくで優しい、そしてふるさと東京と言われるような町にしたいなと思います。私は田舎の出身といってはですね、福島県の出身なんです。で、東日本大震災で福島も大被害を受けてですね、私は現地に何十回も足を運んでますけれどもですね、あれを見て東京でああいう悲惨な状況をですね、起こしたくないというふうに思ってるんです。東京を守りたい、東京都民を守りたいと思ってるんです。ですからその東京都民がですね、みんなふるさとと感じられるような形で住んでいれば、そのお互いの助け合いもできるということで、ふるさと東京と言われる町を作りたいなというふうに思います。それと次に子どもたちの教育に力を入れます。学力を向上させることはもちろんですけども、石原元東京都知事が強く方向づけられた正しい歴史教育、日本国民としての誇りと自信を持てる教育、これを私も石原知事が方向づけられた方向で徹底していきたいと思います。日本が悪い国だと戦後教えてきましたけども、日本が悪い国だと教えたんでは立派な大人が育たないんです。次には道徳教育ですね。人間は道徳教育を受けて他人に対する思いやりを持てるし、また立派な高潔な人格が生まれるわけです。ですから日本が昔からいた偉い人の話、偉人の話とかを学校で子どもたちに教えるべきです。なんかよその国の英雄とかですね、伊藤博文、日本の初代総理大臣を殺した安住根がですね、なんか英雄だみたいな話を日本で教えたら、これ立派な日本人が育つわけがないですね。でも戦後日本はですね、この日教徒とか左巻きにこの教育が支配されてですね、そういうことを教えてきたわけです。ですから私は最近左巻きに会うとすぐ分かるんです。大体みんな体が左傾いてますよね。歴史教育を日本人の手に取り戻す、そして道徳教育でその高潔な人格を作ることを目標に、これを徹底していく。学力、歴史教育、道徳教育、これをベースにおいて子どもたちの教育を強力に推進をしたいというふうに考えています。次に東京のテロ治安対策ですね。まず東京で不法入国とかですね、この不法滞在の外国人、これを徹底的に取り締まります。また東京の一部には東京都民とか日本国民が立ち入りにくい場所もあるわけですよね。日本で東京で日本国民、東京都民が逆差別されることがあってはいけないと思います。こういうところには交番をどんどん作るとか、パトロールを強化するとかによってですね、日本人がいつでも自由に立ち入りできるようにしたいというふうに私は思っています。実は日本の警察官、ちょっと人数が足りないんですね。日本では警察官1人当たり600人の日本の国民を見なきゃいけないんです。アメリカは350人、フランスは280人だそうです。ですから、警察官を少し増やしてですね、そういったいわゆるあそこ危ないぞと言われるようなとこはパトロールを強化して、そういったことがないように必ず私は実証したいというふうに思います。あと私が東京都知事になってもですね、都知事が何でもできるわけではないですね。やっぱり都の職員が一生懸命動いてくれなければ、都民に最大のサービスを提供することはできないと思います。したがって私は都の職員がですね、よし俺頑張る、やるぞ、都民のために頑張ると思えるように、この都庁の人たち、それから各区役所とかですね、そういった人たちが頑張ると思えるように
なるようにですね、この自衛隊で鍛えたこの統率力を発揮していきたいというふうに思っています。これは警察官も消防官もそうですけどもですね、この警察とか消防は昼夜を分かたず我々の生活と安全を守るためにですね、スタンバイして、そして必要な時に行動してくれています。ですから今公務員たちが大流行りでですね、また警察にしろ消防にしろ自衛隊にしろですね、このなんかちょっと不祥事があるところをどんどんマスコミとかが叩くわけですよね。しかしこういった警察、消防、自衛隊とかが起こす犯罪率というのは一般国民に比べればずっと低いんです。だけどもまあマスコミが叩きたいから叩くわけですけどもですね、あんまり叩きすぎですね。そうなるとね、公務員が一生懸命仕事しなくなります。で、公務員が一生懸命仕事するには、その上司がですね、部下の公務員を守るという姿勢が必要だと思うんですよね。だから、この職員がですね、何かやってもですね、上司がこれをかばってやるということが必要ですね。外から責められるとですね、もう自分が耐えきれなくなって、お前何やったんだと下を責める人が多いんです。そういう上司が皆さんの会社にもいるでしょ。そういう上司にはですね、なかなか心底ついていく気になれないんですよね。この人はいざとなったら必ず橋を外して俺たちを捨てて逃げるだろうと。だからそう思われるとね、下の人ついてこないですよ、絶対に。人間には美しい心と美しくない心と同居してます。部下が美しい心が前面に出て、よし俺頑張ると思うのは、やっぱり上司がどう行動し、どう発言するかによるわけです。そういう意味で、私は人をずっと使ってきましたのでですね、正しいことを言っただけでは人は動かないということも十分承知してます。下からの信頼と尊敬がないとですね、正しいことを言っても、あなたの言うことは 100% 正しい、でもあなたが言うから私は全力を持って反対しますということがあり得るわけです。だからこんなことになっては組織は動かないんです。まあ、そういう意味で人を動かす統率能力も、まあ私は自衛隊でずっと30数年経験をしてきましたので、他の候補に比べるとこの能力も私ダントツ優れていると思います。今私がこう自分のことを褒めていますけどもですね、こう自分のことを褒めることをしばしば自画自賛と言うんです。でもこれ真実に近いです。皆さん本当に、そういうことで多分安倍総理だってですね、安倍総理と私で考え方近いんですよね。安倍総理と私考え方近い。例えば靖国参拝、私賛成です。他の参考は反対です。外国人に地方の参政権を与える方は私絶対反対です。他の参考は賛成なんです。外国人に地方の参政権を与えたらですね、一昨日私は大島に行ってましたよ、デビー夫人と一緒にですね。あそこの人口8300人だそうです。中国人が1万人住んで、選挙権を持つようになったら日本の領土でありながら中国人に支配されるわけですよ。こんなことを少し考えればすぐに分かると思うんです。だからこの外国人に地方の参政権を与えていいと言ってる人たちは一体本当は何を考えてるのかなと私はちょっとおかしいなと思っていますね。あともう一つ原発が違うんです。私以外の参考法は原発反対ですよね。今原発が安全でないということでほとんど止まってますから、火力発電の用の油を年間4兆円買わなきゃいけない。この4兆円はいらないお金ですよ。この4兆円は皆さんの給料を上げるのに使われるお金です。油を4兆円も買うで、電気代が 15% も上がって今中小企業の経営が苦しいわけですよね。だから皆さんの給料も上がらないんです。原発を止めたまま、このまま経済成長がずっと続ける、経済成長を続けることができるかって無理だと思います。原発はですね、私は安全に使うことは可能だと思います。それは50年も使ってきたんです。原発50年も使ってきたんですよ。50年使ってきて
原発の放射能事故で死んだ人は一人もいないんですよ。茨城県の東海村で2人亡くなりました。あれは放射性物質の取り扱いの手順を間違えて亡くなったんです。ですから50年の実績を考えれば原発を安全に使うことは私は可能であるというふうに思ってます。何しろですね、中国や韓国だって安全に使えるものを、なぜこの優秀な日本民族が安全に使えないのかと私は思います。ですから原発使わなければ日本経済成長をずっと持続的にしていくことは私は無理だと思ってるんですね。だから原発を安全に使いながらやっていけばいいと元総理大臣とかがですね、あの名前忘れましたけれども、あの原発のこのゴミで日本中いっぱいになる、最終処分場がないからと私原発の技術者に聞いたんだ、確認したんだ。ただ今ですね、日本で一番原発のゴミが溜まってるのは新潟の柏崎刈羽発電所だそうです。あそこは7基の原発が動いてました。平均して23年使ってます。7基の原発が23年動いた原発のゴミ、どれだけの量あるのか、10メートル×10メートル×10メートルなんです。これは火力発電でですね、石炭を燃やして出てくるガスよりずっとあれですよ、少ないですよ。ですから原発のゴミで日本がいっぱいになるのは嘘なんですね。いっぱいになったら嘘なんです。私技術者に聞いたんです。原発のゴミでじゃあ日本中どうしようもなくなるのには一体何年かかりますか。考えたこともありませんけども、何億年もかかるでしょうということです。じゃあ嘘なんですよ。また原発の恐怖を煽るためにですね、福島原発でもう高濃度汚染水というのはしょっちゅう漏れますよね。しょっちゅう漏れます。だけどもこれは日本の基準が量的に厳しすぎるからです。日本は1リットル当たり10ベクレル以内という基準があるんです。アメリカは1200ベクレルですよ。ヨーロッパとかその他の国は1000ベクレルですよ。100倍以上日本は厳しい。福島で高濃度汚染水として漏れてる汚染水がですね、大体通常100ベクレルから200ベクレルぐらいなんですよね。そう、この間 NHK が初めて数値を放送したんですけど、1リットル当たり190ベクレルのストロンチウムを含んでます。だから基準値の19倍の放射能を含む高濃度汚染水と言ったんです。だけどこの190ベクレル、アメリカやヨーロッパでは汚染水になりません。あの汚染水と言われる福島の原発から出た水でヨーロッパやアメリカではコーヒー飲んでます、ご飯も炊いてます。そういうことなんですよね。これは放射能とか原発の恐怖を煽るためにですね、日本を弱体化したい人たちが仕掛けてるんだと私は思います。日本はもう古い歴史と優れた伝統を持つ素晴らしい国なんです。日本はもっとこの強くなれるはずなんですけど、この20年間ですね、結局自分の国を自分で守れないためにちょっとアメリカの言うことなんかを聞きすぎて弱体化されてきたんですよね。靖国参拝はですね、これ英霊の皆さんに感謝の誠を捧げるとともにですね、日本が自立するための大きなステップです。日本が自虐史観から解き放たれなければですね、自分の国を自分で守る体制になってきません。自分の国を自分で守れないから尖閣なんかで中国の時に脅かされるんです。自分の国を自分で守る体制を作るのには軍事力を強化をしなければいけません。そのために靖国参拝、総理の靖国参拝は絶対の必要な不可欠の第一歩なんです。総理とですね、東京都知事が国家間の歴史観が違っては日本を取り戻すことは無理だと思います。ですから総理と東京都知事がねじれていてはダメです。安倍総理もですね、他の3人とは国家間の歴史観が ねじれているということは十分意識していると思います。安倍総理も、まあ、党内事情で舛添さんを応援しているようですけども、本当は鴨上さんに当選してもらいたいと思っていると思います。
そこで、私にはですね、政党がついてませんから、組織票がありません。皆さんの一票ずつだけが頼りです。だからどうか、皆さん、せっかく集まっていただいてですね、皆さんにあんまり、この、無理なお願いをするのも失礼だと思いますのでですね、大体一人100票ぐらい集めてくれませんか。家に帰ってですね、どうか、年賀状の住所録を見て、一人100人ぐらいに電話していただければ、まあ、なんとかなるかなと思ってるんですけど、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。できるようにぜひ皆さんにもね広めていただきたいと思うんですが、今のスピーチで田母神敏夫の目指す強くたくましく優しい東京、心のふるさと東京、そして田母神敏夫と他の候補者との違い、さらには田母神敏夫って実はお茶目な人間だったんだなってことをお分かりいただけましたでしょうか。ありがとうございます。